この前がね、きっちり2勝目上げてくれましたので、まあ、ここ目標に、ローテ組んできましたし、ちょっとね、2勝目が勝つしはしましたけども、ちょっと荒く削りな競馬になってしまったので、まあ、その辺を踏まえて、トレセンでじっくり普段からコンタクト取ってきましたし、まあ、日にやるごとにこう落ち着きも出てきたので、まあ、いい状態に仕上がっていると思います。そうです、まあ、能力的にはまだちょっと計り知れないところあるなと思ってますし、まあ、前走の勝ち方も本当に能力だけで勝ったのかなっていう感じもしましたので、ちょっとこう流れにうまく乗れなかったっていうのがね、まあ、今後やっぱり地方のダート重賞を使うようになるにはちょっと分が悪いなっていう感じはしましたので、まあ、今の不安定はそういうところですかね、うん、まあ、元からちょっと左に逃げるとこあったんですけども、ちょっと2走目でちょっと顕著に出てしまったので、まあ、それでも押し、ね、中央場所の広いコースでは押し切ってくれましたけども、やっぱり小回りコースではそういうのがちょっと厳しくなると思いますので、そういう癖をなるべく出さずに競馬できたらいいなとは思ってますし、まあ、成長するにつれて、まあ、良くなってくるとは思うんですけども、その他ね、まあ、小回りコースですし、まあ、スピードのある馬が有利ではあると思うんですけども、まあ、馬場もね、質も変わって力強さも必要だと思いますし、まあ、天気もね、ちょっとまだ分からないんですけども、まあ、多分この前の感じからしたらダートスタートの方がサトムフェニックス自体は上手にこなせるんじゃないかなと思いますし、まあ、1ヶ月コンタクト取ってきたので、まあ、その辺を生かして上手に競馬していきたいなと思ってます。まだね、乗った感じはね、体押さないですし、まあ、動いてはいたんですけども、まあ、競馬行ってからのポテンシャル高いですからね、まあ、脚力がありますので、まあ、それが、まあ、2走ともね、余裕のある勝ち方してくれましたので、心肺機能も多分強いと思いますし、まあ、やっぱり来年のね、ダート大きいレースがありますので、まあ、距離的にも伸ばしていきたいなってところもあるので、まあ、その辺の成長をね、こういい方向にいってほしいなっていう馬ではありますね。